はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら。とてつもない付録の量の月間コロコロコミック1月号です。はい、今月は限定ドリームメダルのフイニャンが付属しますから、それを狙って買いに行ったんですが、さすが年内最後のコロコロコミックだけあって、めちゃくちゃな付録の量で、普通にいつものように棚置きしてなくって、購入の方はレジへって書いてあったんですが、レジに行ったら、普通の本プラス、 こんないろいろ入った袋を別でもらってこれがすごいですよねなんか重いんですよカードパックやらこれは何だろう漫画本かなで他にもカードがちらちら見えますしあとはポケモン三文新聞そしてこれが僕の欲しかったメダルで 真面目すぎる海運お守りこんなのも入っておりますというかほんとすごいこれが付録ですからねさらに今月末に発売するローストロンギヌスの解説ブックも入っておりますでは付録と本紙を確認しましょう今月号の定価は580円で表紙には「覚醒円マ12月17日公開ドリームメダルのフィニャンの絵があって でカード10枚付き。コロコロだけの限定1000名様プレゼント。国流バージョン。おー。ローソロニーで早くも限定版。横はこうで、後ろはデラックスエンマブレードと、年末に発売する妖怪バズーカー。そして中を開けると、ン剥がしがあって、あとはパスカル先生のン剥がし。後ろがはがきになってて、 パスカル攻略ガイドブック。フナッシーのあのカードプレートみたいな、それのパスカル先生バージョンも28に出ると。毎年あの、お正月商戦を狙って、年末にすごい量のおもちゃが出ますよね。そして、妖怪ウォッチ3で使える QR コードと、鉄鍋コイン。で、プニプニのフーニャンエースの秘密ワード。で、タマゾーソニアのシリアルコードも書いてあります。 他にも色々載っておりますが、後の詳しいことは買って調べてみましょう。そして別冊のベイブレードバーストロストロンギヌストップシークレット流出コミックブック。表はこうでルイがいて、で、裏側にはロストロンギヌスのアップ。こうかなこうする感じおおロストロンギヌスからもうドラゴンの金属部分が出っ張っちゃってる。 で、これを開けると、おー,おーほほほほ。ロストロンギヌスの細かい解説が書いてあって、これが28日発売ですよね。ベイランチャーのあの逆回転のやつ。L バージョンも付属して1620円。メタルドラゴンだから硬い。メタルドラゴンだから重い。どんなベイに強いかとか、そういう解説なんかも載っております。あとはルイに関連する漫画が、 書いてありますね。3000名様プレゼント。応募しよう。ちなみにあの、コロコロアニキの限定1000名様のドラグーンのゴールドバージョンは応募しました。これは全員当選するやつですね。1000円で。では、このすごい付録の数々を確認しましょう。重いんですけど、ビニールを切って、出すと何が入ってるのこんなに。 よっと、うわ <laughs> すごいな、本当に。まず、一番前からいきます。デュエマのファイナルワッショイパック。こういうのが入ってて、コロコロ限定スペシャルパックでベリーレア以上1枚絶対保証表側裏側で、もう1個が、これもデュエーマだ。勝ったファイナルメモリアルパックコロコロ特別バージョン。 あとは、コアラニャンのカードと、表側、裏側で、これはウキウキペディアのゲームですね。さらに、バディファイトですね。バディファイトの、太陽の神バルソレユ。絵柄を近づいてみると、こうで、白押しのキラッキラがすごいですね。そして、横のスペックは、こうなっております。表側、裏側で、 これが、あ、イワンコだ。え、イワンコの何これポケモン全方位ワンパック全集結。ポケモンカードイワンコ全力デッキ60枚。えイワンコ全力デッキ60枚ちょっとこれ後見ましょう。で、デュエーマーの12月16日に発売する新パックに関連する最速攻略極限の書。そして、三文新聞かなこれは。 新聞上になってて、僕、サンムーンまだ全然進めてないんですよね。ほんとやる時間がなくて。わ、これなんか、ネタバレ乗ってるっぽい。ちょっとやめて。<laughs> ちょっとやめて。なんか表紙に今なんかチラッと見てはいけないものが。え、何リーリエが持ってるポケモンの秘密とか僕まだ知りたくないんですけど。<laughs> あれ、ストーリーに大きく関わりますよね。ちょっとやめよう、読むの。 この辺は見たことある。なんかで、有名デザイナーの人が、なんかね、やってる人が、なんとか。へえ、こういうのがあって、イワンコ全力デッキで頂点へ。ほう。アローラ地方のポケモンも載ってます。へえ、ちょっとこれは、ダメダメ。<laughs> 見えないところに置く。そして、 あ、これですよ、妖怪ウォッチ。まずは、フいニャンのドリームメダルから開きましょう。特典1、妖怪ウォッチ3、寿司天ぷらすき焼きで、妖怪、フィニャンん S と友達に QR コードをスキャン。おおすご。特典2、光の容器を解放して、七福神福六十二度目。あ、もう、容器もチャージ済みなんだ。すごくないっすか、これ。 この間のファミマの限定妖怪メダルよりすごいかも。エンマブレード持ってる。はい、切って、出します。せーのドンおクリアバージョンじゃんすご 特別だ。いつもの普通の赤色じゃなくて、クリアレッドベースに、フーニャンの絵柄しかも、ホロメダルで、ピッカピカに光っております。ふーにゃんがエンマーブレードを武装してて、こういうシーンが映画であるってことなんですかね。では、友達召喚。光の容器の音声も聞きましょう。 そしてボタンを押すと「ピッキン光かりまぶしいの後にエンマブレード的な音声が鳴ってその後にふーにゃんふーにゃんの声の部分はいつもと変わらないかなあこれはふーにゃんエースだいつものふーにゃんがちょっと 今、パッとないので。ま、多分、いつものフュニャンボイスと変わらないと、思います。これは早速、ゲームで使います。そして、さっきから気になってた、これ、イワンコの、 ポケモンサンムーンカードの全力パック。コロコロ限定。すごくないですか ?60 枚入ってるって。あしかも、ガオーレディスクも入ってる。いわんこの。あ、そういえばガオーレってもう3段始まってましたっけまだ僕2段までしかやってないんですけど。おースペシャルガオーレーさらに、なんかシリアルコード。あ、これは見せちゃいけないやつだ。 これも、イわんこ。特別なやつですから、グリーンがベースカラーになってて、このようなスペック。とりあえず、これ単体ではそんなに強いわけではありませんが、まあ、でも、そこそこかな。えー、使おう。Z リングとガオーレの連動とか僕まだやってないですね。ちなみに、僕、あの、ミュウツーを前当てまして、ミュウツーすごい使ってます。 30枚ずつの60枚なのかなはい、全部出しました。すごいこれだけで500円ぐらいしてもいいような気がする。裏側は普通のポケモンカードの柄で、表はルガルガン。うん。そしてニャビー。もうざっと見ましょう。ニャビー2枚。2枚ずつかなバクガメス、キバニア、 サメハダ、ワンリキ、ジガルデ、イワンコ、レックダ、ツ,ツツケラ、ヌイコグマ、キテルグマ、エネルギー、付けかえ、キズグスリ、クラッシュハマー、スーパーボール、ハイパーボール、ポケモン入れ替え、ポケモンキャッチャー、モンスターボール、モンスターボール、イリマ、ククイ博士、ハウ。 なんか今回、結構、三分緩くないですかこの、ライバルキャラみたいな立ち位置の。まあ僕もまだそこまで進めてないんで、あれなんですけど、ハウはいつもニコニコしてるし、なんか、そうまあ <laughs> でも、あまあの、僕、個人的に三分思ったのが面白いんですけど、結構なんかリーリエの後ずっとついてってる感じが強くって、ポケモンと冒険したいのに、なんかリーリエの頼まれごとずっとやってるみたいな。で結構、街、 次の街に行っても、あの、博士とかがね、いたりするので変装したりとか。なんか結構大人から離れて、もうポケモンと自分だけで冒険したいのに、今回すっごいいろんな人と絡みますよね。絡みますっていうか、なんだろう。あのー、個人的には僕、BW、ブラックホワイトが一番ここ最近だとドハマりしてて、あれとかだとすごく冒険してる感じがあって、こう、ジムリーダーとかも、みんな、街に行ってもみんな忙しそうにしてて、村人の困った、 困りごととかを解決してて、あ、なんか冒険で、それが終わって、一緒に一個協力して終わってから、バトルみたいな感じで、あ、なんか冒険してるなーって感じが強かったんですけど、今回結構、緩めな、ふわーっと、島巡りしてるような感じで、それはそれで面白いんですよね。ただ、なんか、リーリーエにずっとひっついて、リーリーに引っ張られてる感じが僕は、ちょっと気になりました。クリアしたら、変わるかもしれませんけどね、意見が。まあ、60枚といっても、種類で言えば、半分以下。 なのかなまあ、このような限定デッキが入っておりました。ホローはこれのみ。カッターファイナルメモリアルパック。ワンパック5枚入り。せーのードンはい、新外ギンガー。さらに外 RRE。ドリラゴンエントリー。ミサイルバースト G。 レイジクリスタルちょうどこのような5枚のカードが入っておりました。どれもめっちゃキラキラ。さらにもう一つがファイナルワッショイパック。これも5枚入りかな。せいのドドン。ミラクルコンビファソラ24かな。アンドシド24。卓球の玉ポンピン。メガスピアドラゴン。大革命の D ワイルドサファリチャンネル。集団デルタ。 ドル墓場。このような5枚です。一応付録としてはこれで全部ですね。というか、とにかく多い。先ほどサムネイルで使おうと思って付録をずらっと並べて画像を撮ったんですが、それがこちら、ドンこれ、<laughs> これ本紙を置かなくても、こんなに、こんなに付録の数があって、これすごいですね。580円はお安すぎる気がする。あ、それと、 こんなのもありました。真面目すぎるお守り7種類。開けて、大吉とか、そういうのが入ってるんでしょうか一番いいやつ、来い食べ物。<laughs> ご飯を真面目に残さず食べよう。真面目か <laughs> 真面目くん真面目か はいということで最新号の月刊コロコロコミック1月号の付録を紹介しました本当はドリームメダルの「ふいにゃん」を欲しくて買いに行っただけだったんですけどすごい量の付録があってしかも結構個人的に使えそうなものがちょこちょこありましたからこれは嬉しい誤算あまりにも付録の量がすごいのでちょっと今調べたんですけど全国の本屋さんで売り切れ続出らしいです アマゾンだともう売り切れになってて、今日発売日ですけど、早めに買わないと入手困難になっちゃいますから、これはもう今すぐ買いに行きましょう。概要欄にコロコロの公式ページは貼っておきますので、詳しくはそちらをご確認ください。以上、月刊コロコロコミック1月号の本質と付録の確認動画でした。